おはようえこ,こんにちはくですよろし,くお願いしますちょっとさまう、あ、頭ボサボサちょっとあのー、っさっきかぶくんテレビコメント読んできててでそしてさっきちょっとコメント読ちらったったんであの東京夏季えー、っとフィギュア2023東京夏季フィギュア今女子シニア本当ねもう本当最後の方今正評で終わったんですけどあの得点がね順位がちらちら見えてて。 最終順位はちょっとよく分かんなかったんですが、1位から3位までちょっと確認してきました。あ、で、これネタバレ、ネタバレ注意です。聞きたくない方あの、ネタバレしたくない方、ちょっと一旦動画を止めた方がいいですよ。うん、いいですか、準備は。あのね、僕まだ実はね、彼女の演技まだ見てないんですけど、点数がやばくて、あの、ちょっとびっくり、びっくり、びっくり,っくりしましたね。 はいその点数、ちょっと細かい下の点数、ショースーカーの点数的にはちょっとあれなんですけども、あのちょっとそこら辺をちょっとお伝えします、東京カティフィギュア女子シニアのショートの得点なんですけど、なんとですね、なんとですよ、えー、樋口若葉選手がですね75点、<laughs> いやー、すごいですね、どんな演技したのか全然わかんない、まだ。うん ちょっとあの、これ見逃し配信まで待たなきゃいけないんですけど、75点ですよ、樋口新葉さん。やばくないですかいや、だって休養してね、あの、いきなりこの大会でね、木下トロフィーはだからあれかな、あの、彼女はあれですね、危険木下か天んかどっちか分かんないけども、危険かなんかして、で、この東京カキフィギュアね、あの、ですよね。 うん、は出ましたよ。ということなんですけど、いやあ見なかった。見逃しちゃいましたね。見逃し配信までちょっと待たなきゃいけないんですけど。とりあえず樋口若葉選手が少数点以下はちょっと置いといて75点です。いやー、75点って言うと、僕はどのような演技したのかな？ もうおそらく、まあ、トリプルトリプルが入ってると思うんですよね。トリプルトリプルが入って、えー、トリプルアクセルはちょっとよくわかんないですけども、トリプルアクセルがなくても75点いけるのかな。でも多分下の点数、PCS とかの点数も多分すごい高いと思うんで、まあ、ちょっとどういう演技したのかなってっすごい気になっちゃう。75点はすごいなと。この初戦でね、うん、この点数はちょっとすごいんじゃないかなって思いますよ。はい、ということでちょっと驚いてます。あのこれからちょっとサワーと感じるくすんね。本当ね、 ちょっと髪も細々だったね。うん。うん。あの、そんな感じで、樋口さん75点。うん。75点、小数点がちょっと分からなかったな。その点数見て、あの、選手がね、演技終わった後に、あの、点数出ますよね。その時に、現在の順位が今回出るんですよ。で、1位、2位、3位まで出て、まあ、その下があれだったんで、あの、なかったんで、まあ、それ以下はちょっと分か,ん分かりにくいんですけども、とりあえず樋口新葉選手が75点でトップっていうのは見ちゃったんで、えみたいな。 さっきコミュニティに書いちゃいましたね。すごすぎてね。うん。75点。いやー、でもど、すごいですね。うん。すごいなって、ちょっと思っちゃいました。ど、どんな演技したのかなどんなプログラムなのかも。プログラムとかも全然わかんないんで、ちょっと早く見逃しを生きてほしいなって思う。で、この後、次の競技がもう始まっちゃうんですよね。あと15分後で、ね、次次、何しかわかんないけどね。うん。 はいまあ、とりあえず見逃し配信見てあの、ちょっと語りたいと思いますね。まあ、今後ね、まあ他の、まあ、関東様とも全然終わってないし、西日本小中学生の見ないオンアイスもあるし、うん、なんかいろいろあるので、ちょっとこう、や,やばいですね、はいあの、うん、ジュニアグランプリが終わるまではなんとかものにしたいなと思いますね。で、2位がね、確か江川マリアさんだった。うん、で、江川さんも、江川さんは木下の時のショートは、 60点ぐらいだったと思うんですよ。確か。江川さんね。うん。あ、あったあった。あ、そう、60.45だ。うん。60.45だったね。うん。だったんですけど、この、えー、東京カギフィギュアは、71点です。江 <laughs> 川さん71点。すごい。すごいと思う。うん。でも、木下の時60点で。しかも木下の時ってジャンプはミスなかったですよね。うん。なくて、 で、スピードもあって良かったんで、木下は厳しすぎたのかな、木下トロフィーがね。わかんないけど、あの、でも関東下あ東京カキは、あの、ちょっとまだ彼女の、えっと、演技も見てませんけど、え、ちょっと待って、えっと、結構だから、木下よりは良かったのか、それともジャッジが優しかったか、ちょっとわか,かりません、わかりませんけど、え、70点超えたっていう感じでしたね。うん。で、3位がね、 確かですよ。間違ってすいません、ね、間違ってる可能性もあるんですが、住吉リボンちゃんだったと思いますね。リボンちゃんが65点だった気がしますね。うん。65点だと、ちょっとゲンさんの時より点を落としたなって思うので、ゲンさんの時は本当パーフェクトで 60... 9点だったかな確かね。ショートね。ゲン、ゲンさんね。確かショート。完璧にやって。だから、あの、多分今回65点だったんで、ま、たぶどっかでジャンプミスったかもしれない。ステッピングアウトとかね。オーバー、まだトリプルフリップ、オーバーターンでトリプルトールーリプとか結構彼女やりますので。なので、まあ、あとはルッツが、ちょっとこう、まあ、ステッピングアウトとかね。ま、点灯だったりあったのかちょっとわかんないけど。まあ、でもそんなにね、65点だと悲惨なことにはなってないと思うんで、 だからでも樋口さんとは10点ぐらい差がいたっていうわけですよね。うん、樋口葉川さん、すごすぎでしょうんはい。とりあえず、えー、樋口さんがショートトップで75点台、えー、2位が江川まりやさん71点台、えー、3位が、えー、っと。 住吉リボンさんで65点だっていうことがちょっと僕は分かったんですが、4位以下はちょっと分かんないんで、えー、あの見逃しとかを見てきて、えー、お伝えしていきたいと思いますね。早く延期見てみたいな。うん。本当ね、猪俣選手からしか僕見て、本当ね、最後の方の滑走しか見てないんですよ、今。今つけたばっかなんで。で、なのでちょっと、あれなんですけどね。はい。っていう感じでしたね。すごいでしょ。すごいですよね。うん。 な75点ですね。樋口さん、すごいな、ちょっと。うん、75点では全然、これ全日本優勝コースですよね。そして、ちょっとあの全然予想してなかったんで、いや相当、まあ怪我ね怪我とかでこう、ね、いろいろこう休んだかと思うんですけども、も怪我のブランクっていうのはこの点数から全く感じないですね。むしろ、休んで、 良かったのかなってすらと思っちゃったかもしれない。なんか逆に、ためにためで、ね、あの、今からやってやるから待ってなさい的なね、そういう点数を突きつけられた感がありますね。うん。なんか休んでながら、逆にこう、怪我とかついてるのかなと思って、ちょっと心配もしたんですけども、アイスショーの時からちょっといい感じがありました。アイスだなえ、だけなんかありましたよね。だから、まあ、あれひぐいさんって初戦ですよね、確かね間違えたってのは。ちょっと、間違えたかもしれない。あ、違う、初戦じゃないわ。 初戦じゃないわ。間違えた。なんか大会あった気がする。すみません。間違えましたね。初戦ではないかもしれない。何かやりましたね。うん。そ,うそこ訂正して。でも、その時も、確か結構良かったと思うんですよ。うん。だから、あの、結構、あの、試合いいですね。うん。結構いいですね、試合ね。うん。いやいやいやちょっと待って。早く見てみたいですね。ヒクリスさん、ちょっとその前の大会は僕演技見なかったんで、ちょっとわかんないんですけど。 はい。えー、という感じですかね。<laughs> はい。というわけで、あと、渡辺凛花さん、どうなったんだ。渡辺凛花ちゃんいましたね。凛花ちゃん得点、順位、でも、西宮さんが3位だったんで、65でなんで、それよりは低いっていうことか。多分ね。なるほど、なるほど。ああってことは、ちょっとミスっちゃったかな。なんだろう。そんな感じですかね。うん。なるほどでございます。はい。というわけで、速報でしたね。 またまたいろいろ分かってきたらまたお伝えしますよ。うん。ではバイビー。I B